けなきゃ。おはようございます。朝の7時半です。うなんか、こうやっていつもメルが近くに寝てます。メル、おはよう、メル。場合によってはメルがね、起こしてくれる。メルはいつも近くにいる。とりあえず起きようと思います。はい、で、うぅ、入って、あー、行きましょう。今日はよろしくに行こう。はい、というわけでここから音声解説も入れていきたいと思います。朝起きたらまず歯を磨いてお風呂に入ります。結構ね、朝の支度は時間がすごくかかるので、ここからが長いです。もうお風呂から上がってもなかなか眠気が覚めないっていう感じが、もう大体ですね、不眠症の毛があるので、ちょっと眠気がね、治るのがすごく時間がかかるんですよ。そして保湿ですね、朝の保湿は結構時間かけます。パックとかもします。あとでさ、画像確認したらさ、ちょっと途中タオルからポロリしてて、途中モザイク入ってるんですけど、気にしないでください。モザイク入ってるので大丈夫です。こちらですね、シリコンマスク、あの100円ショップとかに売ってるやつなんですけど、あの100円ショップに売ってるこのシリコンマスクが本当に優秀で、パックをした後ってさ、やっぱどんどん蒸発しちゃうじゃないですか。でドライヤーしてる時とか特に蒸発しちゃうので、ドライヤーする時にパックする時とかはこのシリコンマスクを重宝しています。ちなみにね、このシリコンマスクをしたままドライヤーを当てると、よりなんか肌に浸透する気がする。熱かな。そして洋服を着替えて先に身支度を整えます。メルタンが隣で見守っていますが、タイツを履いてるとね、なんかタイツがちょっとおもちゃだと思うらしくって、ずっとタイツのこと見てるんですよね、メルタンは。猫って面白いよね。続いてはお化粧ですね。化粧はね、私ね、正直毎回すごい時間がかかっちゃうんですよね。もう会社員の子とかに言うと結構惹かれちゃうんですけど、もうだいたい1時間とかかかっちゃいます。ただ最近脱ファンデーションをしたので、30分ぐらいでまあおおよそできるようになってきたかなと思います。あのあれね、ヘアメイクだから髪の毛も込みでその時間かかるっていう感じですね。もうささっとメイクして家出れる人、本当羨ましいって思います。で、だいたい身支度が整ったらお掃除タイムというか、まあそんなに完璧にはやらないんですけど、おおよそ、まあ、ちょっとベッドメイキングして軽く掃除機をかけたりとか、あとね、うち猫がいるので、猫がね結構ね、本棚の本を全部出しちゃったりとか、タンス開けられるんですよね。でタンス開けてタンスの中身を全部出したりとか、結構部屋を荒らすんですよ。なので結構日常の中で頻繁にお掃除の時間が発生しないと家が大変なことになります。私自身もね、あんまり片付けるのが得意なタイプではないので、一人暮らしだし、まあ、猫飼ってるし、あと汚れてるとやっぱり猫が怪我しちゃったりっていうところもあって、本当に猫飼い始めてから掃除の時間はね、日常の中で結構取るようになりましたね。そういう意味ではね、ペット飼うのすごいおすすめですよ、ズボラな人は。
そしてようやく仕事スタートです。この日は確定申告がまだ終わってなかったので、確定申告の入力をひたすらやっているんですけど、いつもだったらライターの仕事もやっているので、ライターのお仕事をこういうところで進めていきます。結構隙間時間にこういう作業を進めていっています。で、参りたいと思います。もう今専門でやってるから60分とか120分とか100分とかすごい長時間やってもらえるんだよね。でしかも開始10分ぐらいでもう眠りに落ちてしまうぐらいの気持ちよさっていう、もう睡眠スパってそこから来てるので、もう寝るのが前提でやっているスパですよということで、いや楽しみ、やっと予約が取れた。というわけで食事の時間です。私ね、常に携帯の中に行きたいお店リストみたいなのがバーって入ってて、そのうちの一つです。原宿の大人気店ケルベロスさんに行ってきました。ピッツァがマジで美味しかった。ここで、この後はちょっと遠回りをしながら次の目的地に移動します。その間に何か動画のネタになりそうなものを散策します。人が全然いない。原宿の街に人がすごい少ないですね。びっくり。撮影の日は極力複数の撮影を一度に行うことにしていて、この日はツイッターでバズっていたこちらのお店にも立ち寄ってみました。来ました。帰ってくるといつも猫が。味わい深い。卵の優しい後味もくる。うまっ。しかも今さ、いちごがめちゃくちゃ旬じゃない。上手にさ、切れないんだけど。いちごもすごい甘い。生クリームとカスタードこんなにたっぷり入ってるの美味しくないわけ。正直に言うとね、 YouTube 私 iPhone で編集してるので、これは別の動画の差し込みなんですけど、だいたい4時間から8時間編集にかかります。でこの日はだいたい編集に5時間かかりました。もう本当に動画によるんですよね、編集にかかる時間っていうのは。で結構かかりますね。でだいたい疲れ切っているので、その後愛猫に癒されます。もうね、究極に疲れてる時は次の日に越しちゃう時もあるんだけれども、だいたいその日のうちのものはその日のうちに茶碗洗いは終わらせたいなというふうに思います。なんか朝起きて絶望的な気持ちになりたくないんですよね、基本的に。日常生活だったら歯を磨くのは、まあ、朝晩と2回ですね。人前に出るような仕事があるときは人前に出る前に歯を磨いたりすることありますが、まあ、大体2回がマストです。夜寝る前は必ずお風呂に入ります。外からね、帰ってきたまんまで寝ることができないので絶対入ります。もうこの後ね、スキンケアとかドライヤーとか結構長時間やってるんですけれども、なぜかちょっと動画を撮り忘れちゃいました。だいたいそういうのをカクカクしかじか終わらせて、寝る前にねメルタンがだいたい騒ぎ出すので、猫とおもちゃで遊びます。もうね、メルタンはやっぱ家の中にいるから運動量がね、やっぱりね家の中にいるとストレスが高くなっちゃうので、毎日猫とは遊びますね。こうやってだいたい30分ぐらいメルタンと遊びます。おやすみまん。